聖大聖堂として知られる聖カタリナの聖大聖堂はインドのオールドゴアに存在するラテン式天礼を行うカトリック教会の大聖堂を。聖大聖堂とも表記する。ゴア及びタマン大司教区の司教座聖堂であり、東インド総大司教の司教座が置かれる。聖大聖堂外観聖大聖堂はアフォンソでアルブケルケ率いるポルトガルが ムスリムの軍隊に勝利したことを記念して建築された。この勝利は1510年のゴアの町の占領に繋がっている。勝利を収めた日が聖カタリナの記念日であったことから、この大聖堂は聖カタリナに捧げられた。1552年にジョージ・カブラル知事に委任されたことで、過去の遺跡の上にまで拡張された。1562年、セバスティアン一世の地性下で、 教会建築が始まり、1619年に建設完了、1640年に成別された。聖大聖堂は二つの塔を持っているが、そのうちの一つは1776年に崩壊しており、再建されていない。1953年、教皇のピウス12世より大聖堂に黄金の薔薇が贈与された。黄金のバラは金でできたオーナメントであり、伝統的に、 カトリック教会の教皇たちが祝福し、敬意や、慈愛の証として授与するものである。この黄金のバラは、聖フランシスコザビエルの墓の上に安置されている。聖大聖堂の建築様式は、ポルトガルのマヌエル様式である。外観は、トスカーナ式であるのに対し、内部は、コリント式となっている。教会の大きさは、長さ250フィート、幅181フィート、 正面からの高さは115フィートである。聖大聖堂の塔には黄金の鐘として知られる大きな鐘が据えられており豊かな音色と記されている。主要部を成す祭壇はアレクサンドリアのカタリナに捧げられたもので、両側にはいくつかの古い絵が存在する。右側には奇跡の十字架のチャペルがあり、1919年にはキリストが出現したと言われている。 これらは6枚のパネルで構成されており、それぞれに聖カタリナの障害の場面が彫刻されている。また、金で装飾された大きなレレドスは祭壇を大きく超える。また、聖大聖堂にはアライライバンが安置された洗礼室が1532年に作られており、フランシスコ・ザビエルにより、いくらかのゴアの回収者たちを洗礼するために使われた。ありがとうございます。